ウェストランドシーキングイギリス空軍のシーキングハー、3A ウェストランドシーキングはイギリスのウェストランドエアクラフトが製造したシコルスキー S-61 のライセンス生産機である。イギリス海軍の対戦任務のほか、救難機や兵員輸送機、さらに基存機からの改造によって早期警戒機としても使用されヨーロッパや中東、インドなどへ輸出された。 1960年代に対戦ヘリコプターとして S-61 の採用を決定したイギリスは、まず4機の SH3D をアメリカから輸入し、対戦装備開発のテストベッドとして使用した。その後、ウェストランドが製造したシーキングの初号機は1969年5月7日に初飛行した。独自の回収としてエンジンや電子機器に、 国産品が使用され、さらに胴体背部に洋上探索レーダーを装備したことで SH3D 以上の性能を発揮した。1970年代にはイギリス空軍も救難機として採用したほか、オリジナルとは別に輸出も行われた。イギリス海軍の機体はフォークランド紛争や湾岸戦争などで実戦参加し、21世紀に入ってからは、 後継機であるマーリンの配備によって退役が進んでいる。イギリス空軍では救難任務を民間に委託したためすでに運用を終了している。レドームを下ろして飛行中のシーキングへ、早期警戒機型はフォークランド紛争中に急遽開発された。当時通常空母をすべて退役させていたイギリス海軍は、艦載可能な早期警戒機がネットも失っていた。 結果同紛争において、レーダーピケット艦を務めていた駆逐艦、シェフィールドが、アルゼンチン海軍のシュペルエタンダールによる攻撃で、撃沈され、有効な早期警戒手段の欠如を再認識したので、ある。2機の改造試作機はわずか11週間足らずで、艦隊へ配備されたが実戦には間に合わなかった。レドームを折りたたんだ状態機体は、アリー 5980? サンサーチワーター創作レーダーを搭載するレドームを、機体右側から伸ばしたブームを介して吊り下げる形で装備し、地上では折りたたまれるが、飛行時にブームを下ろし胴体下に展開する。ケトルゾラムの通称で呼ばれる、このレドームは、縦、横方向の揺れに対する安定装置を搭載し、360度の探索が可能である。戦闘機台の目標に対する有効探知距離は、 高度3050メートルで約200キロメートルとされる。他にもタイヤグゾセ用アイバンド妨害装置や ECM 装置も備えられているが応急的な機体であることから洋上探索レーダーは当初広報用として搭載したままであった。乗員はパイロット1名とレーダーオペレーター2名で、後者の片方は離着陸や低空飛行時に副パイロットを兼ねる。 軽空母からの運用が可能な唯一の早期、警戒機として回収を受けながら、現在も現役にある。後継機にはマーリンをベースとする案と、V-22 オスプレイをベースとする案が検討されているが、最終的には全車が選定された。なお、早期警戒型 C キングは、スペイン海軍にも採用されているが、こちらはベース機がアメリカ製である。 イギリス海軍のシーキング HC-4 輸送型は、コマンドの愛称で呼ばれ、中東諸国向けに生産された。暫定型といえる、マーク1は対戦型から、不要な装備を取り除いただけで外見がほとんど変わっていないが、マーク2では特徴的だった主客のスポンソンが取り外され、固定客となり、代わりに、並走搭載用のハードポイントが設置された。また、高温 高知性能強化のためエンジンも強化され、ローターの枚数も増えた。イギリス海軍にも海兵隊支援用として、マーク2を元にしたモデルが、シーキング HC4 の名称で採用された。なお、マーク3は、通常のシーキングと同様の外見を有する、多用途型になっている。イギリス海軍のシーキングハズ、6ドイツ海軍のシーキングマーク41、 インド海軍のシーキングマーク、42バイトエジプト空軍のコマンドをマークにイギリスオーストラリアベルギーエジプトドイツインドノルウェー、パキスタンカタール。ありがとうございます。